様です鹿児島ですね鹿児島ってのは本州で一番南にあって人口が150万人それから島が多いですよねなんか陸地よりも島の面積っていうか海の面積の方が大きくてマネン岬とか与論島とかねそれから他にもサタン岬ってのが有名ですねうん屋久島っていうのもあるんですね屋久島なんてすごいですね うん、まあなんせこの陸なんか鹿児島を知るなら陸にいるよりも海に出ろって感じでしょうか、うん、すごい無人島も結構多いね、うん、またあの太平洋ってうんですかね海の方に大半魅力があるのかなと思いますねうんよく行きましたねでも本当に。 東京とは全く違うでしょうし東京と比べることがなかなかできないっていうところかなと、うん、だから鹿児島とと似てるところってるここっどなんでしょう根、ねうん、だ,だったら鳥取がよく似てるよみたいなね位置的にも同じようなもんだし両方ともちょっとねかそってるしみたいなところでねよく釣り出されることがありますけどもいかがでしょうか鹿児島っていうのはどんな感じでしょうか、うん、薩摩大墨種 タネの三カ国で作られていたっていう感じかな。うん、最後高森大久保俊一、うんうん。なんかね鹿児島ってのどうなんでしょうかね歴史とか。うん、はいまた教えてください。